ねえねえせいさん、どうしました？まつりさん、バイトがしたいお金ないですもんね。いやそう、もう全然お金ないの。なんかいいバイトないかな。あじゃあコールセンターとかどうですか？うん、まつりさん神様だから、あの、うん、人のクレームとかよく聞いてそうですし。あー分かった、やる。早っ。もしもし。あ、待って。何？お客さんから電話かかってきてるんですよ。あの家の電話じゃないんだから、あのもしもしはないと思いません？あーそっか、なんて言えばいいの？お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターの風宮でございます。風宮は私だよ。知ってますよはい、復唱してください。はあ、お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターの風宮でございます。うん、OK です。じゃあもう一回行きましょう。お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターです。あのですね、商品に関する質問は1を、サービスについては2を、それ以外の質問は3を押してください。待って。何？今自動音声につながりましたよ。いやそっちの方が効率いいかなと思って。いやあのそうなんですけど、これまつりさんが働けるかどうかを見るシミュレーションなんですよ。あの勝手に自動音声につなげないでください。もう一回いきますよ。お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターの風宮でございます。はい、すいません、あのお宅で買ったテレビが壊れてつかなくなっちゃったんですけど。はあ、そうっすか。え、待って。何？いや何じゃないですよ。いくらなんでもその相槌が雑すぎです。何なんですかその、はあそうっすかって。だってそっちが先に喧嘩腰できたんじゃん。相槌も雑になるよ。いやあのそういうもんなんです。そうですね、とりあえず相槌は、さようでございますかにしてください。うん、わかった。あのこれ全然先に進んでないですからね。こんなんじゃあのコールセンターのバイトなんてできないですよ。さようでございますか。あら上手。お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターの風宮でございます。お宅で買ったテレビが壊れてつかなくなったんですけど。さようでございますか。ご不便おかけして申し訳ありません。よろしければお客様が購入された商品のお名前や型番号などを教えていただけますか？商品名？いやテレビをテレビじゃん、型番号とかどこに書いてあるのかわかんないです。さようでございますか。では待って待って。何、さようでございますかって言ったよ。いやいや、あの諦めないでください。今切ろうとしましたよね。確かにちょっとすいません、困るお客さんやりましたけど、電話切るのは早いです。あんなの無理だよ。こっちはエスパーじゃないんだから、わかんないって。わかりました。じゃあもうちょっと、いやあのやりやすい感じのお客さんやるんで。頼むよ。まったく。お電話ありがとうございます。アメカゼ通販カスタマーサポートセンターの風宮でございます。すみません、先日そちらで商品を購入したものですが、まだ届いてないのでお電話しました。さようでございますか。ご不便おかけして大変申し訳ありません。ご注文番号はわかりますか？あー注文番号ですね、ちょっと待ってくださいね。BBA の8782です。ありがとうございます。 BBA8782 ですね。はい、すみません、確認のためお名前をいただいてもよろしいでしょうか？あ、はい、私雨野と申します。ありがとうございます。商品の確認をいたします。はい、ご注文されたのは超高級日本酒でお間違いないでしょうか？あ、はい、そうです。10年で1本しか作られないと言われている幻の日本酒でお間違いないでしょうか？はい、そうです。霧の箱に入っていて高級感抜群の日本酒でお間違いないでしょうか？多分そうなんじゃないでしょうか。蓋を開けるとたちまち甘い香りが周囲に広がる日本酒でお間違いないでしょうか？いや、それはわかんないですね。香りは甘いのに口当たりはすっきりしていて、たくさん飲んでも翌日に残らない素敵な日本酒で。よろしいでしょうか？待って。なに？飲みましたよね？いや、それはないよ。お客さんの商品に手をつけられるわけないじゃん。いや、飲んでるじゃないですか。いや、もうやだ。無理。こんなのやってられない。私、お客さんになる。え、なんでですか？まつりさんがバイトやりたいって言ったんじゃないですか？だって、お客様は神様って言うじゃん。さようでございますか。